きましたね。大変でしょ今。大変です。人生っていろいろあるんだなというね。え、僕はもう勝手にですけど岡村さんとはできてたと思ってますよかわいそう、名前出したらなんか火の粉が飛びそうだあ、何でも答えますよ。あ、私は今後どうすればいいと思う愛してるよ。さあ、今回のラブトークお相手でございます、はい、熊田陽子さんでございます。お久しぶりです。お久しぶりです。よく見てますよ。あ、ありがとうございます、はい、あ、僕も最近なんかワイドショーでよく見てます、はい、ちょっとやめてください。ワイドショーやめたくない。やめてください。よく来ましたね。あの、ありがとうございます。ありがたいんですよ、はい、来ていただいてありがたいんですけど、よくのこのこと来たなってことですか。いや、じゃなくて、はい、大変でしょ今。大変です。人生っていろいろあるんだなというね。え、はい、ね、本当いろんな出来事を今抱えてて、はい、ほんでまあテレビでもそうですし雑誌とかでもそうですけど、はい、僕はもう流れてくる情報だけですよ、はい、何が真実で何が真実じゃないか分かんないけど、これほんまか、多分これ嘘で言われてるやろなって、こっちの世界にいるから分かることもあるじゃないですか、うん、あ、この書かれ方嘘やろな、この書かれ方ほんまやろなっていうのも、いろんな情報の中にいるでしょ今。そうです、そうです。だからもう麻痺してるんでしょうね。どっかがおかしくなってるかもしれないです。強めの酒とか出しましょうか。いやでも、え、もう何年ですか芸能界。今年20年です。だ、僕が21年なんで、はい、1個一応キャリア的にはね、はい、でもやっぱ生きてきた時代で言うと同じ感じかもしれない。激動なところを生きてきてるでしょ。あ、そうですか。ラッキーだと思ってますよ。僕らはだって、はい、2008年 M1 グランプリ優勝してから一応全国的にいろいろ知っていただくようになりましたけど、その前からでしょ、もうテレビが一番いい時代を知ってるでしょ。一番なんですかね。でも他のコンテンツもなかったので、まあ、うん、動画を見るならテレビもしくは DVD を借りてとかの時代です。でしょ。というかもうイメージ DVD 出した時は DVD じゃなくて VHS でした。うわ、懐かしい最初は VHS でなんかチャプターとかもなかったんで、うん、擦り切れるまで見てくださいって言ってました。だから今の時代では無理やけど、当時はじゃあ DVD とか写真集の撮影に海外1週間とかあったでしょ。全然あります。イタリアとかでしょ、はい、やんちゃしてるに決まってるじゃないですか。やんちゃって、やんちゃ、そんなあのスポーツ選手みたいな噂ですけどこれは想像です。まあでもちょっとそんな熊田さんのいろんな話聞きますね。はい、はい、はい、では上から何番目。2番目お願いします。1、2、はい、あ、共演者に恋したことありますか。僕はもう勝手にですけど岡村さんとはできてたと思ってますよ完全に名前言ってるじゃないですかいや、これみんなが知ってる事実じゃないですか。今でもかわいそう、名前出したらなんか火の粉が飛びそうだから、ね、なるべく関係ないやん。だって巻き込むようなことは一つの青じゃなくてでも岡村さん自体がラジオで熊田さん呼んで、はい、喋るみたいなのもやってたでしょ。ね、それでも独身の頃です。そうそう、もちろんもちろんですよ。だからでお互いそういう噂も流れたけど、ね、お互い潔白やみたいな、潔白ってまあ別に付き合ってようが何しようかお互い独身なんでよかったんですけど、結局まあ何もなかったですって岡村さんも喋ってたじゃないですか。はい、でもやっぱり端から見てる人間は、はい、いやそんなわけないやんって思ってます。あ、そうですか。はい、じゃあ。え、でも撮られた人全員が付き合ってるみたいに思われちゃうじゃないですか、そしたら。だから僕はもう素人としてそう思ってますよ。あんな仲のいいお友達ですなんかありえないと思ってるんですよ。まあなんか撮られてなかったら未来が変わってたかもしれないですよね。そう、撮られたタイミングで恋に発展しかけてた時に撮られたらそれが破綻しちゃったりっていうのもあるしと、あると思いますね。え、実際誰を好きになったんですか。誰とは言えないです、まあ、いや、別にだってそれはなんか成立もしてないし一方的に好きやっただけでしょ。そうです、じゃあいいじゃないですか。昔からテレビで見てた人です。だから私が小学生ぐらいからこの人好きだなと思って見てた人です。うん、どうなったんですか。ちゃうやん、だからほらほら、おかしいやん。おかしくないですよ。そうなんですね。一回
僕もこの世界入ってからですけどお会いしてやっぱり覆って喋ったら、うん、やっぱり好きになりますね、うん、他は例えばその方以外で、この仕事で一緒になって、まあ恋まで行かないけど、こいつかっこええな、かっこよかったなっていう人、いや、かっこいい人山ほどいますよ、やっぱりそれでご飯食べてる人もちろん、だからその中の衝撃受けたみたいな人いません？僕で言うたら、反町隆史さん、初めて日テレですれ違った時に、こんなかっこええんやと思いました。もうあの GTO を見てた世代ですから。なるほど。で、GTO の時テレビで見ててもちろんかっこよくて、お会いしたら思ってる以上に顔小さくて背が高くてモデル体型そう、こんなかっこいい人おんねやって衝撃受けたの覚えてるんです。うん、そういう方いないんですか？私多分芸人さんが好きなのかな、なんか仕草とかそういうのであ、キュンときちゃうんですよね。どういうこと？なんかその方はヘキサゴンで、うん、みんなわちゃわちゃしてて、誰かが何かいた時に、うん、おーいってみんなで立ち上がって前行った時に、うん、その人こうやってやってたんで、うん、私の胸がたまたま当たっちゃったんですよ。うん、そしたらおーいってその人いながらこうやってやってくれたんですよ、ね。ずらしたのちゃんと避けるの。そうなんです。それがなんか紳士的っていうか、でもこっちはプロとしてちゃんとやってんですよ。誰それ？品川さんです。さすがだね。さすがになります。あー、監督よし監督はい、いや、品川さんはなんとなくわかります、うん、そういう所作、うん、あの体と脳みそを別個に動かせるというかね器用ですよね。いやそれをもし僕がその立場でずっとこう当て続けてたら逆にどう思われるんですか？多分言います。すいませんって、ヘキサゴンって言います。ね、モテると思いますよ。どの辺でそう思います？え、人気者だからです。めちゃくちゃざっくり言うてるじゃないですか。ざっくりですけどノースタイルさんって層が幅広いんですよね。はい、あの2008年に M1 チャンピオンになったんで、はい、その世代の時にテレビ見てた人はもちろん知ってます。だから、はい、私世代ももちろん知ってますけど、はい、10代20代にも強いじゃないですか。まあ、普通そこ薄くなるんですよ。はい、でもその世代にもいけるってことは柔らかい脳みそとか、はい、その感覚が若いから幅広いんです。え、じゃあもし20代の頃に僕と出会ってたら付き合ってた可能性あります？でも出会ってましたよ絶対。いや、その口説いてたら。あ、可能性あると思います。マジ？はい。何が何でもタイムスリップを開発しようしこうなると。いやでもこうやってちゃんと持ち上げてくれるとこも素敵だと思います。いやいやいや、だって熊谷陽子といえば我々みんなが通ってきてる。グラビアはまあ出てましたけどね。そうですよ、みんな大好き。いやいやいや、みんながこのボディを男は一度は欲しいと思ったわけですよ。うん、そうですかね。安田美沙子派だったと思います。雰囲気的に。いやいや、俺はね、そっちじゃないんですよ。そっちじゃないです。やっぱね、関西人なんで、はい、安田美沙子さんのあの京都弁、あれには嘘がいっぱい混ざってるから知ってるんですよ。だって京都知ってんねんから。なるほど。上から何番目？一番目お願いします。特技。特技。特技は、まあ、明るさは性格的な、あとは意外と資格持ってますね。何持ってるんですか？簿記とか、うん、最近取ったのはドローンとか、特殊小型船舶とか、うん、なんでそれ好きでですか？なんか役に立つかなと思って。タレントさんがよくやるやつ。そうですそうです。とりあえずなんか資格取っとけば引っかかるだろう理論。はい。じゃあ過去とかね、はい、この好きな男子を口説くためになんかこんなんしてたとかあるんですか？はい、まあ分からんけど、やっぱスタイルがええからもう絶対ちょっと胸元開いた服を着るとか。その逆をやってましたね。あの多分普段完全にボディコンとか、うん、その水着になって商品出してたので、うん、ジーンズに T シャツとか。なるほど。その方が多分ギャップが出るかなと思って、うん、じゃあ肌を見せない。そうです、スニーカーとか。でこの中身を知りたかったら来いよってことですね。そんな上からじゃないですよ。そんなに思ってないですけど、タレント熊田陽子を見てほしくなかったです。へえ。だからその当時は、会ってみたいって言ってくれる人もいたんですけど、うん、絶対はなかったです、ね、なんで？いや、その人は商品を見て好きって言ってくれてるから、うん、全然違うんですよ実際が。だからこの DVD とかで出してる顔とリアル熊田陽子が、まあ、本当に別物なので、うん、がっかりされたくないと思って会えなかったです。へえ、そんなんあるんだ。はい。でもモテたでしょ。その実った実ってないは別として、こう言い寄られるみたいなのが多かったでしょ。誰
なんか友達自体に会いたいって言ってくれてる人はいましたね、うん、でもそれはもう行かないっていう。そうなんですよ、そこ行くと本当がっかりされちゃうから。がっかりする？好きなまんまで行ってほしいって思いました。逆にプライベートの熊田さんを知ることで、はい、より好きになるっていう方が多いんじゃないですか。いや、あの強めの熊田陽子は家では全然ないので、うん、絶対そっちが好きでいてくれた人はそのまんまでだと思います。どんな感じなんですか、彼氏とかがいる時は。お母さんになっちゃうかもしれないです、ね、全部してあげる。全部したくなっちゃいます。靴下履かせたりする人とかもいるじゃないですか。履かせてほしいって言われたら履かせます。夜はベッドインして彼氏がやりたいこと何でもしてあげるよって感じ。何でものことがほとんどです。嫌なことはまあ嫌って言いますけど、うん、何着もコスプレとか着てきたでしょ。そうですね渋谷のギャルが着てそうな着ぐるみみたいなのとか着ました。全身のとかも着て、はい、まあでもそら彼氏からしたらね、写真集とか見てうわこれ可愛いと思った格好とかをじゃあプライベートでやってよって言ったらしてくれるわけでしょ基本。だからそうです、そういう奉仕っていうかしてあげたい気分はあります。でも逆に嫌じゃないですか、あそこの下り面白かったからやって。絶対嫌やもん。そうですよ、いやお笑いとはまだちゃうやんそれは。あとやっぱ芸人さんのさっきの思ったんですけど、芸人さんの彼女とか奥さんって一緒にテレビ見た時にリアクションが困りません。ああそうなん考えんねや。だと思いますね。例えばなんかこの人で笑ったらこういうネタ好きなんだって思われるじゃないですか、うんうん、でもそこで笑わなかったら違うところで笑ったら感覚違うなって思われたりとか。なるほどね。どういうテンションでバラエティを見ていいか分からなくなるので、バラエティは大好きなので、うん、そういう芸人さんをパートナーに持つとそれができなくなるから怖いと思います。ああでももうそう言われたらそんな気しますね。僕基本見ないんでバラエティ。え？なんで俺ならどうするかなとか、うんうん、なんでこの人がここにキャスティングされてるのかなとか考えるのがしんどくなるから、うん、見ない、あんまり見ないようにしてるんですけど、うん、それこそ彼女とかいた時に一緒にテレビ見るとかでもあんま見ないんですよ、だからそれはひょっとしたら彼女が今みたいな気持ちを思ってたかもしれないですよね。そうだと思いますね。なるそうか、うん、同期ぐらいの芸人さん出てる時すごいヒヤヒヤすると思います。一番の親お願いします。はい、あ、何でも答えますよ。あ、私は今後どうすればいいと思います。この間もロンハー呼んでいただいて、あの運動会ですね、そうね、はい、の V を見るってやつで、やっぱなんか今までと全然違うのでみんなの雰囲気とか対応がね。そうです、そうです。だからどういう明るすぎても逆に痛々しく感じるのかなとか、シュンってするのもせっかく産んでもらったんでとか、うん、なんかそれで言うと熊田さんは無我の境地じゃないけど裸一貫で出るしかないじゃないですか、はい、カッコつけても、はい、可愛くぶっても、うんうん、過去は消えないから、はい、で考えたら逆に最強体になってるかもしれないですよ。そんな熊田陽子をもし番組が呼びたいとか淳さんが喋りたいってなったとしたら自然体の熊田陽子で出れるわけじゃないですか。そのままの。そうそうそう、それで俺はええような気するし、俺もどっちかって無理していろいろやってた分もあったんで。井上さん何があったんですか。ネット見ろでも以前も私実は井上さんに救われた時があって。何？ヒーローとか見てどんな気持ちなんすか。ダメですね、入り込めない。自分の方が今大変だセクシー女優さん好きなんですよ。オファー来たでしょ。オファーめっちゃ来ます。へえ。あ、これ聞きたいね。カメラマンさん。あ、そんなことがあったんや。そうなんです。でも以前も私実は NU さんに救われた時があって。何？ I know you're gonna take this。 最後まで見てくれてありがとうございます。続きのトークはあなたの夢の中で。